グレートウェスタン鉄道4073型蒸気機関車。グレートウェスタン鉄道4073型蒸気機関車 GWR4073 クラスは、イギリスのグレートウェスタン鉄道 GWR が製造した、急行旅客列車用テンダー式端式4、気筒蒸気機関車の位置形式ある。軸配置はテンホイラー、あるいは西。 本形式はその大半が一両ごとに、イギリスの有名な城の名前を型有名として付けられており、このためカースル級あるいはキャッスル級、キャッスルクラスと通称される。4000系、スター級の改良型造備車として、本線旅客列車の輸送力増強を可能とするより、強力な機関車を、という GWR 首脳陣の求めに応じて1923年に、 当時の GWR 技士長、チーフマッカニックエンジニア、CME であった、チャールズ・コレット、在任期間、1922年から1941年の手によって設計された。強力かつ高速運転が可能で、しかも GWR の軌道条件によく適合したため、1923年8月から、 国有化後の1950年8月までの28年間に、スーインドン工場で4073から5082.5093から5099.7000から7037号の合計155両が量産された。その設計思想は、仙台 CME であるジョージチャーチウォード在任期間、1902年から1922年、 が手がけた2900系、セイント級以来の GWR 標準型蒸気、機関車群のそれを継承している。いった大枠による大枠や軸配置、軸虚、それに、シリンダ配置などの基本設計は、スター級のそれに従うが、GWR 各線の軌道強化の進捗に合わせて、最大軸重が18.5トンから20トンに引き上げられたのを受けて、ボイラーは、 より強力かつ大型な8号型タイプナンバー8が新設計されている。この8号型は使用圧力こそ繊維途中に搭載されていた1号型タイプナンバー1と同じ1平方インチあたり225ポンドのままであったが、その一方でベルペア式の過失は拡大されて、加護推面積27.07平方フィートから29.36平方フィートに 増積されており、これによって蒸気発生量の増大を実現している。またこの蒸気量増大に伴い、中高性シリンダブロックも設計変更され、シリンダ径が15インチから16インチに拡大されており、スター級の足回りの優れた設計を活かしつつ、軸重上限20トンの範囲で最大性能を得られるようにリファインされたことがわかる。この飛行士面積は、 同時代の他国の蒸気機関車と比較するとそれほど大きくはないが、性能面では決して見劣りしなかった。当時ライバルと目されていた、ロンドンノースイースタン鉄道、ルナーの高架質付きパシフィック機である A1 型と交換の上で、比較試験を行われた際には、ルナー戦場で通常使用時よりも低質単、とはいえ世界的に見れば決して低質ではないが、 用いられたにもかかわらず、高価質ボイラーを備える、パシフィック機である、A1 を上回る、高性能と低比を記録し、燃焼効率の非常に優れた、ウェールズサダーカロリーンを燃料として使用している、ことが本形式の高性能の主因である、イコール自分たちの設計画をとっているわけではないと、主張してた、ルナー側技術人、特に同社 CME であったナイジェル・グレズリーに、 大きな衝撃を与えた。本形式の基本設計や、弁装置のチューンはそれほどまでに結出したものだったので、ある。ただし、本形式が当時他国や、ルナーなど、他のイギリスの鉄道各社が導入していたボイラーの高画質化と受代車追加による、軸配置のパシフィック、4から6から2あるいは 2C1 への変更を実施せず、あえて強化質のボイラーを搭載する、テンホイラー。 4から6から0あるいは 2C とされた背景に、この高火力端の使用を前提とした強化室設計で所要の性能が確保できたことがあったのも事実である。カースル級は戦後1948年の鉄道国有化後、集団を挟んで1950年まで製造が続けられ、合計155両が新造されている。ただしそれとは別に16両が改造によって、 た形式から編入されているた、総数は171両となる。16両の改造者の内訳は15両が、スター級からの改造、残る1両は、スター級を基本として1908年に試作された、グレートベア、ザ・グレートベア、大熊座からの改造であった。百二十七年には、より大型の四機等機関車である六0系、キング級が設計され、 主要幹線に投入が開始されたが、こちらは大軸重ゆえに、軌道負担が大きく、入線可能路線に制約が生じたため、同形式と並行して、汎用性に優れ、しかも燃費の良いカーソル級の製造が継続された。カーソル級は1930年代に、ロンドンのパディントン、チェルトナムスパ間の急行列車、チェルトナムスパエクスプレス、通称、 チェルトナムフライヤーに使用された。1932年6月6日には5006号機、トレジェンナ・カースルの牽引する同列車がスーインドンからパディントンまでの 124km の区間で通常は65分で走破するところを56分47秒で走り切ってひとし時速時速 131.45km を記録し、当時の蒸気機関車に牽引される列車の世界。 最高速度記録を更新した。また、1926年には5000号機、ローンセストンカーセルが、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道、LMS に貸し出され、ロンドンカーライル間で試験が行われ、その試験の結果が良好であったことから、LMS は、西海岸本線で使用するために、GWR から本形式の購入を希望したが、当時スーインドン工場は、 キング級の量産で、でフル稼働してており叶えられなかったという。本来ならば、後継となるべきであった線形、カウンティ級の不振から、本形式は、量産が再開されたが、その最後期製造グループについては、コレットの公認となった、フレデリック・ホースワース、在任期間、1941年から1947年、らの手によって改良が加えられている。 それは、ホークスワースが先に手掛けた、前述のカウンティ級や6959系、改めホール級の開発成果を取り入れたものであり、基本設計は変えずに、テンダーの全員溶接構造化、通風力増大を目的とした日本煙突化、そして加熱管の増強、改良など、当時の社会情勢や技術の進展を反映した設計変更が実施されている。なお、 本形式は GWR の代表形式であり、その安定した性能から4082号機、ウィンザーカーセルが長らく英国王室のおめじれ車検員機として指定されていたことでも知られている。本形式の廃車は1950年代に開始され、最後まで残った7029号機、クランカーセルが1965年に廃車されて、形式消滅となった。 スター級からの編入者は、下記の通り。これらは100号機から4037号機までが1920年代後半に、それ以降は1937年から1940年にかけて、それぞれ数インドン工場でボイラー及びシリンダーブロックを交換の上で編入された。現在、下記の8両が保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。